2022年6月11日にオーストラリアのアルバニージー首相が、おととし一方的に契約の白紙撤回を行った同国海軍のアタック級潜水艦のフランスからの調達契約に関して、金銭の支払いによる和解に至ったと表明したよ。オーストラリアは昨年2021年9月にアメリカとイギリスとの3カ国による新たな安全保障体制であるオーカスの成立によって、フランスからの新型潜水艦であるアタック級調達計画を急遽破棄していたんだ。今回オーストラリア側が支払うと発表された和解金は5億5500万ユーロおよそ780億円とされており、アタック級潜水艦計画は12隻の建造に800億ドルおよそ10兆円必要とも言われていたので、それに比すれば割安感もなくはないな。と入っても莫大な金額であることは変わりないよね。和解金にそれだけのお金を払うなんて大変だね。まあ被った被害額を考えると仕方のない部分もあるからな。そうだね。さて今回はアタック級潜水艦調達を急遽撤回したオーストラリアが、およそ720億円の和解金の支払いを発表したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。振り返ってみればオーストラリアのアタック級潜水艦調達計画がフランスの案に決定したのは2016年4月だったんだけど、ここから起算しておよそ5年と5ヶ月で覆り、6年2ヶ月でその契約の破棄が確定したものと言えるよ。オーストラリアのアタック級潜水艦の動力の使用は要望が通常動力型であったため、2016年にフランスが契約を獲得した際には、自国用の新型攻撃型原子力潜水艦シュフラン級を通常動力化する計画となっていたんだ。フランスで自国のシュフラン級潜水艦の建造を手掛けているのは、同国政府を大株主に持つナーバルグループであったんだけど、そもそも推進機関を原子力から通常動力に帰還するという計画そのものを疑問視する声も多かったよ。その上ナーバルグループによるフランス本国におけるシュフラン級潜水艦の建造自体も遅延しており、一番艦であるシュフランは当初2016年だった収益予定が4年後の2020年11月までずれ込むなど問題となっていたってわけ。フランス海軍はシュフラン級を全6隻保有する指級と同数で置き換える予定であり、2番艦のジュゲートルーアンは今年2022年中に完成予定で、現時点では6番艦の収益は2030年頃となると予想されているな。こうしたシュフラン級自体の建造も新型コロナウイルス等の外的要因も抱えていたとはいえ、大幅な遅延が散見されていたことを鑑みれば、仮にアタック級潜水艦の契約破棄が行われなくとも計画遅延が続いた可能性は大いにあるぜ。またオーストラリア政府はアタック級潜水艦のプロジェクトを純粋に軍事的な計画としてだけでなく、製造業が枯渇しかけていた国内産業の保護や維持といった政治経済的な対策の一環としていたこともあり状況は複雑だね。こうしたオーストラリアが置かれた国家としての課題は今も変化はないと思えるんだけど、現アルバニージー首相は2022年5月に前モリソン首相ら与党から政権を脱出した労働党政権であり、今後の方策にも変化があるかもしれないね。オーストラリアでの政権交代は実に9年ぶりの出来事となったんだけど、前モリソン政権は行き過ぎた親中路線にブレーキをかけ、アタック級潜水艦の調達やオーカス締結などで対中国の動きを鮮明にしていただけに今後の動向が注目されるよ。アルバニージー首相の労働党は総選挙に際して、国民間の物価に対する収入格差や、住宅問題、高齢者介護等の是正を訴求して当選しており、前モリソン政権に比して社会福祉の拡充を目指すリベラル路線であることは間違いないね。近年まで第二次世界大戦の終了後この方、周囲に脅威となる仮想敵国を地理的環境ゆえに抱えずに住んでいたオーストラリアだったが、中国の南シナ海進出などの著しい台頭を受けてその方向性を変更したのがオーカスの締結でもあったんだよな。この方向性をアルバニージー新政権が瞬く間に変更するとは考えづらいが、先頃のオーストラリア空軍哨戒機に対する中国軍航空機の威嚇といった事象の発生は、中国側がその出方を伺う側面もあったのではないかと個人的には思えるよ。さてオーストラリア海軍のアタック級潜水艦の調達問題だけど、オーカスの締結を受けてアメリカもしくはイギリスからの攻撃型原子力潜水艦を導入する方向にはなっているんだけど、具体的なその実戦配備の時期は明確ではないんだよね。アメリカからの導入であれば同国海軍で収益中の現役型であるバージニア級がその候補として考えられ、イギリスであれば同様にトラファルガー級の攻撃型原子力潜水艦が最も有力なその対象の艦艇だと言えるだろうな。ただし大方の予想ではアメリカは自国海軍のバージニア級の建造や維持メンテナンスに追われて余力は乏しいと見られており、現状ではオーストラリアはイギリスからトラファルガー級を調達する可能性が高いと考えられているぜ。仮にこうした見方が正しくトラファルガー級の調達にオーストラリアが動く場合でも、
フランスのナーバルグループとの間で想定されたような基本的に自国内で潜水艦の建造を行えるか否かも含め、詳細は定まっていないんだ。そのためオーストラリアが昨年のオーカス締結の決定によって選択した攻撃型原子力潜水艦を実戦配備するのは、どう早く見積もっても2030年代初頭と今後まだ10年ほどの期間が必要になるとみられ、その間の対応が必須とされるね。これをオーストラリアでは現在保有運用中の通常動力型潜水艦コリンズ級に近代化改修を施すことによって対応しようとしているんだけど、その内容はかなり大掛かりなものになるのではないかと予想されているんだ。お金と時間がかかりそうだね。コリンズ級の初言について教えて。コリンズ級は水上排水量3051トン、水中排水量3353トン、全長 77.8 メートル、全幅 7.8 メートル、喫水 6.8 メートルの艦隊に最大で6000馬力を発生するディーゼル機関を搭載しているんだけど、まずこの機関部すべてを完走する予定だよ。加えて潜望鏡システムを刷新することや、これが最もオーストラリア海軍が欲している改修だと思われるんだけど、対地攻撃能力を付与すべくアメリカレイセオン社製のトマホーク巡航ミサイルの運用が可能かも検討事項とみられているね。ただしアメリカ海軍の潜水艦で現在運用されているトマホーク巡航ミサイルは、県のバージニア級では12機の専用の VLS 垂直発射艦から運用される形式であるため、魚雷発射艦で運用可能な旧式のものが入手できるのかが課題として横たわるぜ。こうしたコリンズ級の近代化改修に必要と見積もられるコストは1隻あたりおよそ900億円にも上る模様で、今回は解禁としてナーバルグループへの支払いが確定した金額よりも1隻あたりでもはるかに高額となっているんだ。ちなみに日本の海上自衛隊の最新鋭の潜水艦で、昨年2021年11月に進水を果たした太平型潜水艦の2番艦白鯨の建造コストはおよそ720億円であり、これと比してもコリンズ級の改修コストは高額さは拭えないな。でも新規の通常動力型潜水艦を新たに調達して運用するトータルコストや時間を考慮すれば、オーストラリアにはコリンズ級の改修を行う以外の選択肢はなく、やむを得ない判断と見るべきだろうね。それじゃあ今回はこの辺で。それじゃ次のコーナーに行くよ。ここからは雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、天皇についてだよ。天皇といえば日本の象徴とも言える方たちだよな。確かにね。でも天皇には名字がないけどなんでなの？今日はそこを解説していくよ。まず、日本の初代天皇は神武天皇であり、西暦76年に誕生したそうなんだ。現在は上皇である秋人様は125代目の天皇であり、金城天皇である成人様はなんと126代目の天皇になるんだ。そして、実は天皇という言葉が用いられるようになったのは7世紀後半のことだよ。第40代の天皇である天武天皇の時代に、中央集権国家の君主として天皇という言葉を用いたのが始まりだったとされているよ。さすが歴史が深い天皇だね。天皇に名字がない理由なんだけど、まず第一の理由として挙げるんだけど、天皇が唯一無二の存在であることなんだ。確かに、他の世帯と区別する必要がないもんね。また、日本国民には戸籍というものがありますが、天皇家には戸籍というものは存在しないそうなんだ。その代わり皇統譜というものが存在し、そこに代々名前が刻まれているそうなんだ。代々刻まれるなんてかっこいいね。そして、天皇家の名前が記された唯一の家系図であることから、この皇統譜が万世一系の象徴にもなっているんだ。ちなみに、天皇家の祖は皇祖神と呼ばれる神だと考えられており、皇統譜を遡ると皇祖神であるアマテラス大御神の名前も記されているそうです。かの有名なアマテラス大御神が先祖なんてすごすぎる。第二の理由として、天皇が権力者であり、名字や姓を授ける側の存在だったことが挙げられるよ。古代の日本では名字や姓を名乗れるのは、一部の権力者や特権階級だけだったよね。そして、一部の権力者や特権階級に名字や姓を授けていたのは天皇だったそうだよ。天皇は全ての権力者の頂点に立つ存在であり、天皇より上の位がなく、天皇に姓や名字を授ける存在がいなかったことが理由となっているんだ。でも天皇にも名字みたいなのがあるが、あれはなんだ？解説していくね。皇族には姓や名字がありませんが、その代わりに称号や宮号というものがあるんだ。それがさっき君が言った名字みたいなやつなんだ。ちなみに秋篠宮、常陸宮、三笠宮、高円宮が偶号と言われているもので、宮家に男の子が生まれると、偶号が世襲されていく仕組みとなっているそうなんだ。そういう仕組みになっていたんだね。全然知らなかったけど、めちゃくちゃためになったよ。これでまた天皇が好きになったよ。ほんとだな。結構謎だらけだったんだけど、少しわかったからすごくためになったな。
それじゃ今日の動画は終わりだよ。チャンネル登録してね。